待ってください。はい、こんにちは、辰野の八木醤油です。今日は兵庫県の朝来市石田にやってきました。朝来市の石田にある、ポンセン屋さんですね。ポンセン屋さんの丸佐製菓さんにお邪魔させていただいております。今これ先ほど水を入れていただいたんですけども、小麦粉を、こちらの装置で、水とですね合わせてそれを攪拌していただいている状態ですね。この小麦粉に水を入れる、この水が、後の工程で、この後の工程で、ポンセンとして膨らむ、膨らむのに非常に重要な役割を果たすそうです。小麦粉と水の状態ですね。水でもって練った状態、はい、こちらがまた後にポンセンになりますので、こちらはあくまで製造工程で、小麦粉と水を、均一に攪拌している、工程ですね。以上です。